マックス・アブラハムマックス・アブラハムは、ドイツ帝国ダンツヒ出身の物理学者、ベクトル気泡の普及に貢献したとして名高い。1875年3月26日、ドイツ帝国ダンツヒに、ユダヤ系商人で、父は、モーリッツ・アブラハム、母は、セルマ・モーリッツソンのもとに生まれる。フンボルト大学ベルリンにて、ドイツの物理学者であるマックス・プランクの下で学び、 1897年に学位の取得とともに卒業し、その後3年間はプランクの助手を務めた。1900年、ゲオルク・アグスト大学ゲティンゲンの試行士を務めた。1902年に電子を5対9とみなして、電子の質量は電化と電磁場との相互作用に起因するという電磁質量の理論を発表した。しかし、1904年頃に、 オランダの物理学者であるヘンドリック・ローレンツは、アブラハムの理論とは異なる電子は、運動方向に短縮するという考えを発表し、論争や実験が行われ対立したが、後にドイツの物理学者であるアルベルト・アインシュタインの相対性理論により解決される。1908年にはアメリカに渡り、イリノイ大学の物理学教授となったが、大学の雰囲気に馴染めず、6ヶ月で、 ゲッティンゲンに戻った。1909年、イタリアの数学者であるトゥーリオレビチビタに招待されて、ミラノ工科大学にて、古典力学、物理学の教授を務めるものの1914年に、第一次世界大戦が始まったため、ドイツへの帰国を余儀なくされた。その後はテレフン券で、伝送の研究をした。戦後になってもアブラハムは1921年まで、シュトガルトで、 物理学を教えていたため、ミラノ工科大学に戻れず、同年、アーヘンに招かれた。しかし、力学の教授に赴任する途中に、脳腫瘍にかかり、入院した。1922年11月16日に、脳腫瘍のためミュンヘ編で亡くなった。アブラハムの死後、イギリスの物理学者であるマックス・ボルン、ドイツの物理学者であるマックス・フォンラウェは、 アブラハムの理論を研究した。なお、ラウェは、ゲオルク・アグスト大学ゲッティンゲンにいた頃、アブラハムより物理学を学んでいた。1897年、フンボルト大学ベルリンで、イギリスの理論物理学者である、ジェームズ・クラーク・マクスウェルの電磁理論や、境界値問題について研究し、胴体中での電気振動を考察した、博士論文がある。 1904年から1905年にかけて表された、全2巻からなる主張、電磁理論は、ドイツで初めてベクトル解析を用いた、電磁気学の教科書である。アブラハム・パイス。サトル・イズ・ザ・ロード、オックスフォード大学出版局。P232、ISBN0 から19から28万672から6。ありがとうございます。